はい、どうも皆さんこんにちは。先日ですね、11月の16日ですかね、はい、女優のサバジェリエリカさんが逮捕されました。麻薬所持取締法違反かな、はい、というので逮捕されましたけども、まあ、そもそもね、そういった麻薬って何なのっていうところだと思うんですよ。で、最近多いですよね、あのミュージシャンとか、まあ、俳優とかで、まあ、今回も女優さんとか、まあ、カット、あの、まあ、ジャニーズとかね、でそれぞれなんか違うじゃないですか。まあ覚醒剤もいれば大麻もいればコカインで、今回は MDMA で、それぞれ違うんですけど、何がそもそも違うのというところの話ですね。まあ分かりやすく言うと、なんだ、覚醒剤って鉱物ですね。で、麻薬と呼ばれるものは植物からできていることが多いと言われてます。まあ、アヘンとかコカインとかマリファナとかですね、ああいうのはもう自然のもので作られて、まあ一つの幻覚作用だったり、ちょっと気分が変わったりとか、高揚感があったりとか、落ち着いたりとか、そういったものが含まれますね。まあ、鉱物と言われるものに関しては、その覚醒剤作り方とかで調べると意外と出てきます。で、覚醒剤って所持しちゃもちろんダメだけど、作っちゃダメ、もうダメですよ。だけど例えばですけど、まあ、このコップの中に、じゃあ覚醒剤の原料を入れますよね。入れて入れて入れて、あと何か一滴垂らしたら覚醒剤の完成ですとするじゃないですか。でもこれを入れなかったら、これ覚醒剤じゃないですよね。で作り方も知ってるんですよ。だからこれを落とした瞬間に所持になっちゃうけど、ここに一滴、例えば何かね、必要なものがあって、それがここにあった状態だったらまだできてないですよね、っていうところだと思うんですよ。で、ただ作り方載ってまして、なんか大量のなんか風邪薬とかが必要なんですよね。あるものをこう引き出すのに。だから結構そういうケミカルな印象ですかね、覚醒剤とかっていうのは。で、今回のそのサージリさんが持ってた MDMA も合成麻薬なので、割とそっち寄りかな、ケミカルの方かなというふうに思います。で、まあなんだ、捕まったりすると執行猶予あるじゃないですか。執行猶予とか懲役とかで、僕が今まで見てきた中で結構芸能人の方って意外と捕まってる方多いんですよ。まあ、名前は出さないですけど、もし気になる方は調べてください。で、結構ね、一緒にされやすいね、大麻と覚醒剤って。だけど実際は全然違くて、何が一番違うかって、極端な例で言うと、世界中で容認されてるじゃないですか、今マリファナって。アメリカもだんだんね、増えてきてますよね、合法化されてますよね。で、カナダでしょ、で、どこだ、オランダもそうか、で、スペインとかはなんだっけ、あの自分で吸うのはいいけど売っちゃダメとかね、すごいですよね。売るのはダメだけど、自分で栽培して育てるのはいいんですよ、吸っていいってことになってるんですよ。まあ医療的にもその効力があるっていうことは証明されてますから。まあ日本はね、まあ法律自体が、まあ、結構アメリカの影響で作られたものが多いので遅れてます、常に遅れてます。だから多分いつかね、日本にもそういう時代来るかもしれないんですけど、それは麻薬、なんだろう、マリファナかな、もし現実にあったとしても。で、アヘンとかコカインって、コカインもあるか、ブラジルとかはコカイン大丈夫なんだっけな、まあ、それもちょっと裏取れてないんですけど、まあ、ただマリファナは多分近い将来もっともっと増えてくると思います、そういう国が。で、今現状日本で言うと、まあもちろん違法じゃないですか。で、その麻薬マリファナがもし捕まっちゃいました、持ってて捕まっちゃいました、どっから来たか知らないけど、その吸っちゃいましたを捕まった時に、なんでか知らないけど執行猶予つけますよね。執行猶予って実際逮捕されないで、まあおとなしくしとけ期間ですよ、家とかでちゃんとやっとけよ、見てくからなっていうだけで、実際ぶち込まれないですよ、豚箱には。でも覚醒剤は一発ですよね。で、なんでかなって思いませんか。これね、僕からちょっと問いかけたい、皆さんに。なんでだと思いますかっていうところです。はい、まあみんなもね、知ってると思うんですけど、そのさっきも言ったマリファナっていうのはそんなに生えてるものなんですよ。生えてた、もしかしたら今も日本でどっか田舎行けば生えてるとこがあるかもしれないですけど、その生えてる植物を抜いて、乾燥させて、それに火をつけて吸った、それだけのことです。だから大昔の江戸時代とか日本も、まあ、ケシの実のアヘンとかそういうのも、まあ、あったでしょう。マリファナ自体も、まあ、火が使えるからね、
乾燥してたまたまそういう人が誰が見つけたんだろうね、なんか生えてるな、なんだろうなって乾いてるな、だから冬とか乾くじゃないですか、夏に伸びて冬乾燥してそれを吸ってみようって思った人がきっといるんでしょうけど、いつから禁止になったかは知らないけど今はとにかくダメダメってことになってるけど、捕まった場合のそう執行猶予とか懲役っていうのはだいぶ覚醒剤との差があるなというのは、まあ、なんとなく皆さん気づいてるかなと思います。私も結構好きでね、日本列島24時みたいなあるじゃないですか、警察のあれね、僕なんで好きかって、あ、こういうことするとこういう風に警察官が来てこういう風に捕まるんだなって、今の日本の警察がどう動いてるかっていうのがまあわかるじゃないですか、テレビだけだけど。でああいうの見てると、で今回そのサージレさんもまあ目黒区のね自宅に警察が来て、はい持ってますねって、はい私のです、逮捕です、で湾岸警察署に行きましたけど、あのね、それ相当のね、確証がないとね、ああはできないです。裏取れてないと、なんだろうな、もう確実に持ってる、確実にやってるっていうところまで情報がない限りいけないですよ、警察だって。だってそこそこのセキュリティのマンションだと、マンションとかだと思いますよ、一軒家かわからないですけど。でピンポーンって、すいません、こういうこれこういうものなんですけど入れてもらっていいですか、嫌じゃないですか。じゃなくて警察だですよ、だからガチャーン警察だ、これこれこれの容疑で捜索状出てますと。それって大体半年ぐらいかかるんですよ、やっぱ捜索状差し押さえ、なんかガサ入れするのって。だからまあこの間の俳優でピエール滝が捕まった時ぐらいから多分もう分かってたんでしょうね、大体目星ついてるって言いますからね、だからもう大女優ですよ。でそのまあショッキングですよね、その来られた方もびっくりしますよね、ガチャン、ほらお前らだ、お前らだな、認めろ、認めます逮捕みたいな。まあ持ってたことはまあ持ってたんでしょう、でそれも、逮捕だけど、じゃあ MDMA って何なのってみんなからしたら分かんないじゃないですか、まあ、調べる人は調べるけど MDMA って何だろうって思うんですよね。まあ興味がある方は調べてください。なんだろうな、いろいろ使い方するんじゃないですかね、まあ一般的にどういう飲むのかね、玉とか言われるね、ありますよね、飲むのか、なんだろう、は、粘膜に貼るとかそういうのもなんか聞いたことありますけど、そういう使い方なのかもしれないですね、どういうものなのかなっていうのはちょっと思います、気になりますけどね。でまあその皆さんの中に、まあ、ファンの方ももちろんいるし、すごく応援されてる方、まあ、私も含めていると思いますけど、じゃあそのじゃあ MDMA ってじゃあどれぐらい拘束期間があって、どれぐらいなんのってまあ思うと思うんですよ。だからそれよりも、それが何年かよりも、まあ、彼女が実際出てきてまた復帰できるかじゃないですか。だって他の女優さんもいましたよね、覚醒剤で捕まって、でもうすぐ刑務所行って本書いた人いましたよね。あそこまでのことなのか、ただやっぱ影響はでかいですよ、作品に対してね。だからそこがやっぱでかいと思います。結構ねそういうストレスもあるだろうし、でその分収入もあるから何かに逃げたくなる気持ちあるかもしれないです。で今回に関して言ったら本当にいろんなね作品に出られてる方なんで、まあそこそこの影響があるのかなと思いますね。本人が世間にまた出てこられるかどうかっていうのはまた時期は全然わかんないですけど、まあ、皆さんもねちょっと一体どういうものなんだろうというのを気にしてみてください、これからニュースを見るとき。でどうしてこの人は何年なのにこの人は何年の刑期になったんだろうとか考えてみてください。で僕が思うに使用目的、なんかよく聞くじゃないですかニュースで、使用目的なのか販売目的なのかとか、で販売目的だと多分結構やばいとなんとなく思いました。だからそこじゃないかな、だから言ったら売ってる方が悪いっていうことですよね、買った方よりも。うん、だからその販売誰から買ったのかも調べて結局もっと悪いやつを逮捕するみたいな感覚だと思うんですけど、なんでだろうなーって僕はずっとね気になっててね。そうするとやっぱ出てくるのはその自然に生えてるものなのかどうかですよね。うん、まあ法律が決めてることなんでダメなものはダメですけど、わざわざそれを作って自分で作ってなんかねっていう人はいないかもしれない、いるかな。でも
ダメだもん、ダメということでね、まあ今回どれぐらいのケーキになるかまだこの現在ね11月の17日時点では出てないですけど、まあ皆さん皆さんね、まあこれから先そういう機会があったりとか、そういうの持ってる人に会ったりとかするかもしれないですけど、今のところ日本でやめておきましょう、日本人である限りね、国籍がある限りは日本でやるのはやめておきましょう。で、外国に行ってね、もしそういうものがあったとしても、まあやめといた方がいいでしょうね。まあ誰が作ったものかも分かんない、しかもどうなっちゃうかも分からない薬を体に入れるんですよ。めちゃくちゃ怖いですよね。ということで、まあもしかしたらこれからね、もう本当にグローバルな世界になっていくと思うんで、日本人とかもいろんな場所にいろんな国に行っていろんな経験したり、語学学んだり文化学んだりして、いろんなこれから経済の発展に、ね、なっていくと思いますけど、そういう機会がもしあったとしても、まあ一旦やめときましょう。一旦考えましょう、どうなるか、これから先のこととかね、どれぐらい脳に影響があるかとか考えてみてください。というわけでちょっと真面目な話になっちゃいましたけどね、まあ本編はこの辺なのでもう一旦切っていいですよ。でちょっとね、僕ね、このメガネの話していいですか。これね、右側が下がっててずっとなんかこう耳のここがずっと痛いんですよ。ちょっとこれ今からね修理に持っていこうと思うんですけどね、これどこだ、これイタリア製のメガネ、トムフォードっていうあのブランドのやつなんですけど、こんなことあるっていう、日本のメガネじゃありえないですよね。ちょっと今日はメガネでやっちゃいましたけど、いやちょっともう一個いいっすか。もう一個ちょっと話したいことがあって、まあいいや、これ別の動画でもいいんですけど、あの YouTuber ととうとう女子アナ付き合いましたね。交際発覚っすよ。